で、大森さんは1日30分以上練習することはほとんどない、練習は好きじゃないと書いてありましたが本当でしょうか。30分ではどう考えても短すぎると思いますし、動画で拝見したようなプレーをするには到底無理に思います。ああいうグルーヴを出すのも難しいですよね。もう少し詳しく解説してもらえますか。よろしくお願いします。実際さ、俺さ1日30分以上練習してないもんね。してない、してないよね。それがなかなかそのなんていうのかな、キャッチフレーズみたいな風に思われてるよね、このメールの文面からすると、うんうん、僕は練習してないですね。したいんですけどね、したいってのはあるんですよ。だけどそんなに1日何時間もギターを練習したいとは思わないです。そんなに何時間も逆にいらないんじゃないかな。いらないっつったらあれだけど、他にもほらコンテンツ作ったりとかさ、レッスンしたりとか、まあ子供生まれたらどんどん時間はなくなっていくんで、許してくれないんですよこの子が、そんなの。練習して部屋にこもって出てこない子ないからね。ないでしょ、だいたい仕事してる時とかさ。練習っていう練習が嫌いなのは本当に嫌いなんです僕。曲を弾くのは好きなんですけど、曲に取り組むっていうのは好きなんですけど、練習っていう練習が嫌いなんですよね。まあこんなことギター講師が言っちゃいけないんだけど。練習時間30分っていうのは、その自分ができてないことに取り組む時間は30分で十分だっていうのが僕の意見なんですよね。例えば仕事忙しい人とかね、残業が当たり前の方とか、通勤時間が長くてさらに残業してとかっていう人もいるし、まあ若い人なんかはね、学生さんなんかは勉強でギターどころじゃない時期もあるだろうと思うんですけど、要はその週に2時間練習できる日が1日2日ありましたというよりは、毎日ちょっとずつ10分でもやった方が絶対上達すると僕は思ってるんで。下になんか宝探ししてる、なんか小銭探してる感じがするよね。そういうことなんです。なのでその毎日と10分でもいいので、やるのは大事なんです。やった方が絶対いいんですけど、そんなに毎日ね1時間も2時間もなんて絶対できないじゃん、現代人は、うん、そんな時間はないと思うので、そういう非現実的な目標を掲げるよりも、できる範囲でできることを毎日続けるという、毎日継続してできることの方が絶対いいんですよ。それが上達につながるんです、必ず。なんで30分でそれは可能です、上達できます。少なくとも僕ぐらいの腕にはなれます、フィンガースタイル。もしかしたら倍やったら倍、僕の倍上手くなれるかもわかんないし。なんて書いてある、なんて書いてあった。あとはその、ああいうグルーヴを出すのも難しいですよね。うん、それもだから練習の仕方だと思います。グルーヴってさ、練習して出るもん。練習して出るよ。練習って、その練習って言葉に全てが集約されるのがちょっと誤解につながっちゃうけど、要はギターに向き合う時間だから、本に向き合っても絶対グルーヴは出ないからさ、うん、ギターに向き合わないと出ないから、そういう意味ではやっぱり練習ですよっていうことなんだけど、毎日のね、毎日ちょっとずつでもいいから。無理だと思って書いてある。うん、30分ではどう考えても短すぎると思うし、うん、動画で拝見したようなプレーをするには到底無理に思える。うん、無理じゃないです。で、実際僕がやってるわけですから、無理じゃないです。コツを知りたいんだろうね。なんでそんな短時間であんなにできるの？いや、短時間じゃないのさ、要は。短時間じゃ、毎日やって積み重なってるからさ、それが。で、2時間やっても積み重ならないとうまくはならないから、15分でもさ、30分でも積み重なると必ずうまくなるから。だからそのやる前にこう無理だと思うっていう考えに至った経緯はちょっと分かんないけど、うん、そのやる前からその無理だと思うっていうね、そういう言葉を出さない方が僕はいいと思うんですけどね。実際そうだよね。でも確かにさ、30分ってさ、うん、何かを練習する30分ってさ、うん、なんかやっぱ短いようなさ印象ってあるじゃん、うん、短いような印象って、うんうん、だからさ、うん、なおさらなんだろうね。30分って結構きついと思うよ。そっか、自分ができないことに、ギター練習するって言ってもギター弾いてる時間って結構みんなダラダラ弾いてたり、俺もするけど、結構ダラダラ弾いてたりすると思います。すでに弾けること、すでに弾けたり、なかなかずっとやってるけどいまいち上達してない、うん、
からその毎日同じことを繰り返してたりとかさ、やっぱダラダラ弾いちゃうのよ、うん、そういうもんなんだ。だけどそうじゃなくて、この練習をね、練習にするというか、弾けないことにあのどんどんこう常にこうぶつかっていくような練習って結構きついと思うんですよね。それで30分って俺かなりの練習になると思う。確かにね、うん、かなりの練習になると思う。確かにそうだね、うん、私もまあピアノさ弾けるようになれなくて弾いてた時、うん、弾けない部分を頑張って弾こうとするの、うん、何回も何回もやってると本当しんどくなってきて、うん、多分ね5分とかでも嫌になって、嫌になるでしょう。その嫌になるところをなんとかする練習をあれしなきゃいけないわけだから、いや、いいんだよ、あの楽しいから、うん、楽しいこと弾きたいからさ、なんとなくダラダラ弾きたいっていうのももちろんそうなんだけど、そのやっぱりそういうあのできないことにこう挑戦し続ける時間を何分かでも絶対設けないと、あのできるようにはならないじゃん。だからそういう意味でこう その練習がこう要は的を得てる練習だからさ、そこがあのなかなかできないとかさ、全くわからないっていうのはちょっと困るよ。全くわからない状態でずっとやってても困るけど、あの要は双方は分かったと、だけどできないから練習してるっていう、その例えば曲のフレーズがあっても自分のこのパート来た、このパート来たっていうのがあるんだよ、うん、苦手だから、うん、でもその苦手なパートをその練習時間に何回練習したかっていうと、うん、そんな言ってないと思うみんな、うん、だからそこのパートだけに例えば15分費やしたらすごくしんどいと思うよ。しんどいし手も結構くると思う。でもそれイコール練習になってるってことだから、それを2日でやめたら多分あの2日で抜けてっちゃうよね。確かにね。でしょ。ところがそれを30日続けて30日後どうなってるかっていうと2日目とは全然違う。それを60日続けたらどうなってるかなっていう、そういうことなのさ。そうだね。そうものすごくよく分かった、うん、そこなんだよね。だから続けないと、30分続けるにしてもその30分今までやってたことを全部積み重ねて全部あの復習しなきゃいけないとかじゃないからさ、うん、自分があこれ必要なのかな、ここ苦手だなっていう部分を取り組んでいけば、あの引き出しも増えるし、その、 あの深さも増え、深みもすごい増えるから、うんうん、いつの間にかできるようになってくるところもいっぱい出てくる。だからボーナス的にえなんかできてるなっていうのもあるし、頑張ってできたっていうのももちろん嬉しいけど、そういうことなんです。なのであの講座の広告っていうか講座の申し込みページみたいな説明欄だからさ、うんうん、やっぱり分かりやすくそのインパクトのあることは載せたいと思うけど、あの全部本当のことしか書いてない、うんうん、俺の体験だっていうか俺 の、 あの思ってることしか書いてない、それ、うんうん、ですよ。で確かにああいう広告のやつって、うん、その最後までなんだろう、魅力的に読めるようにさ、うん、いろんなのあるじゃん。やっぱダイエットしたい人のイメージとかさ、そういうのって結構さ、うん、課題広告っていうかさ、うんうん、そういうのいっぱいあるからさ、うんうん、世の中に、うんうん、その一つだと、うん、取られたのかな。いやでもしょうがないよね。でもそのまんまだもんね、うん、そのまんまだからそれしょうがないしさ。でも確かにゴーちゃんは30分以上練習そんなしてるの見たことないそれはそれでね怒られるかもしれないけどね私もこの前、うん、あのやったじゃん、うん、ポロンポロンポロンって、うん、ゴーちゃんの最初ここで私やってたじゃん、うん、で途中向こうに行ってやったじゃん、うん、10分ぐらいしかやってないと思うんだけど、うん、自分なりにすごい一生懸命やったの、うん、集中して、うん、もう途中指痛くなってきた、うん、できなくなりつつもあって、うん、指が痛くて、うん、嫌になっちゃって、うんうん、あ、おっぱいだっていうことにして、うん、終えたのだから30分向き合うって相当きついっていうのは相当きつい。だから時間を決めてやるっていうのもまあまあ時間を決めてやんなきゃいけないってことはないんだけどね、うん、だから例えばさ指痛くなってさ練習ところではちょっとなくなってくるじゃん、うん、だからそこまで行ったらやめてもいいし、うんそれで毎日やってればさ、それが長くできるようになってくるじゃん、やっぱり。そうだよね。なんか指痛くなくなってきたなとかさ、うん、そうなってくるからさ、だから続けるのが大事な、うん、で俺こういうタイプだからさ、あの面倒くさがり屋だし、うん、昔からそのなんていうのかな、誰々のギタリストが1日10時間練習してたとかさ、1日15時間練習してたとかさ、
聞くとさ、あ、俺には無理だなと思うからね。うん、うん、続かないじゃん、俺秋っぽいじゃん、うん、そう、この子も秋っぽいよきっと。まあもうすでになんか秋っぽい感じしてるじゃん。そうね、うん。